を話を聞いてほしいの。それから遠く離れた惑星へ銀河の一人旅を続けていたら宇宙船が故障してね。1年ほど前にこの近くに試着して仲間の救援を待っていたの。ただいま。この部屋もなんとか借りることができた。ごめんね、遅くなっちゃった。そんな私のたった一人で。待ってしてる。ね、すごい。